今スタジオに着きました。今日はソニーさんの乃木坂スタジオというレコーディングスタジオです。なんか人生を楽しむことだ。レコーディング、なんと森田さんがいました。こんにちは、ベーシストの森田さんです。森田さんはツイッターとインスタグラムでつながってたんですけど、今日ついにお会いすることができました。俺もなんかね、彼がゴジラの鳴き真似をコントラバスでコンサートをたまたま聞きに行った時に、それがジェダイ君だって分かって、うん、そこから僕もインスタとかツイッターで逆立ちしてる動画をよく、そうそうそう、いやコントラバスの動画ももちろん見て、お互いになんかシンパシーを感じていたんですけど、ついに同じ曲でね共演することができて、グレス同士ってなかなか呼ばれない、なかなかないんで、でそれを記念して今日逆立ちの共演もしたんで、はい、行きます。はいはい、イエーイ謎の共演を果たし、謎だね。実はまだジェダイはレコーディングしてないって、これからなので、俺は弾き終わったところでリズム隊は終了して、お疲れ様でした。またご一緒できたら嬉しいな。低音をよかった、盛り上げていきましょう。低音盛り上げていきましょう。イエーイ。なんと今日のレコーディング、坂さんがいました。久しぶり、イエーイ、めっちゃ久しぶり元気でした。去年スタクラ、去年その前だっけ、スタクラで結構一緒にやってて、デュオとかやったね。そうね、なくなっちゃったね今年のあれ、寂しいコロナで。それ以来です。イエーイ、イエーイ。すごいね、元気でした。うん、いやコロナで大変でした。髪切ったんですね。あ、そうだね。ちょっと短い。結んでるかわかんないけど。おかげでちゃんとシャワー浴びれるようになったよ。って感じです。また今日の取りまとめ、今日のボスは常田さんです。イエーイ。最近スタンドアップの裏の、はい、裏のなんかインスペクターみたいな的なのを実は裏ボスをやってる常田さんです。イエーイ。はい。まあ、加藤ミリアさんの案件で「キングヌーのティーンエブジャーフォーエバー」っていうオケ編成っていうなんかかなりなんでしょう、意外性にあふれる、珍しい企画をちょっと担当していて、今レコーディング中なんですが、めっちゃいい感じに仕上がってるので楽しみにしててください。バイバーイ。